ウコです。ピンクラテ TP 始まるよ、イエーイ。はい、今回ですね、なんとメンバー4人がエコ意識コーデを組んできてくれたということで、早速お披露目していただこうと思います。ではどうぞ。まず姫花ちゃんからお願いしたいと思います。姫花ちゃん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。まずコーデ見せていいですか？どう？いいと思います。どこがエコっぽいポイントですか？まずね、エコといえば淡い色とかくすんだ色、ラベンダーとかスニーピンクとかベージュピンクがあってから、それに近い春っぽい色を選びました。でこれはなんかまずエコのコーデって思って探したときに、これだと思って首元が開いてるんだけど、結構はスカーフとか見てる人が着てたりイメージが全くなかったから、何も黒とかをなくて、思いっきり苦労してるイメージなかったから、グレーのスカート、しかもベルトも黒じゃなくてブラウンなの。うんうん、いいと思う。ありがとう。これは知ってるって言った。じゃあ姫香ちゃんはこのピンとかよくあの集めるのが好きで、文字のやつだから、なんかそこはすごいいいなと思ったのと、トップスがエコもそれなんか冬で似てるの持ってたの、なんかその色で、だからすごい似せられてるなって思います。とても可愛いです。ありがとう。じゃあ続いての方、アリアちゃん行きたいと思います。どうぞ。はい、アリアです。とエコちゃん意識コーデはこんな感じです。これはね、なんだろう、ちょっと明るいベージュのワンピースなんですけど、この形がなんかアリアのイメージは、あのエコちゃんはオルちゃんで、よくこういう色を着てるなと思ったので、こういう感じの服にしました。後ろが可愛いです。可愛い、ね、エコも最近こういうこう開いてて、この肩のところがパススリーブになってるやつがすごい好きで、うん、しかもワンピース型が結構気になってたし、あのベージュっていうところもすごいエコの好きなところをつかめてるなって思いました。いいと思います。ですよね。では続いてレイダお願いします。はい、こんな感じです。かわいい、めっちゃ大人っぽい。ありがとうございます。ポイントは全体的に淡くてくすんだ色にしたのと、あとここのネックレス、チョーカーとここのピンを大人っぽいのにしたところです。いいね、かわいい。エコちゃんのイメージカラーの緑も入ってて、とてもよっきいね。確かに。エコ、昨日着たコーデがそういう、今レイラが着てるような服の色に白いパンツを履いてたわけよ、ベルトして似てる。だからすごい今、あ、そっくりと思って、エコのなんかちょっとレイラが着てる感じのこうワンショルっていうギャルっぽい感じとかが新しくて参考になりました。ありがとうございます。かわいい、かわいい。では続いてユナちゃんお願いします。はい、ユナのエコちゃん意識コーデ。かわいい、めっちゃかわいい。かわいい。まずエコちゃんのイメージが流行りを抑えてベージュコーデっていうイメージがあったので、私を使ってこういう感じにしました。うん、エコちゃんは結構カジュアルなイメージもあるので、今季シーズンの何も合わせてみました。かわいい。髪型もちょっとエコちゃんがよくやってるけど、センター分けでこういうやつやってるやつにしました。いいと思います。あのゆなちゃんベストかな着てるの、ベスト、うん、エコ結構何個か持ってて、しかもベージュのベストが一番持ってるからすごいいいなって思ったのと、あとショーパンが今年はまだ履けてないんですけど、去年結構履いたのでグッドです。髪の毛も可愛いし、靴もね、よくエコちゃんが履いてローファーにしました。じゃあ一人エコに一番似せられてたを発表したいと思います。デレレ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 でんデイラです。おー、おめでとう、ありがとうございます。
だって昨日だっけ同じ顔でした昨日すごい似てた。すごい新しい感じで可愛いなって思いました。でもみんなもなんかすごいベージュカラーを抑えてくれててとても可愛かったです。ありがとうございます。イエーイ。これからもみんなの意識コーデをやっていきたいですね。そうですね。はい、一人一人に個性が出てたよね、うんうん、同じ色でもねなんか形とか全然違ったりみんなエコちゃんに似てたなんか新しい、しかもレイラちゃんはすごい大人っぽいくなってさ新しいレイラちゃんだって感じ。かわいいめっちゃ似合ってた。ありがとうございます。そんな購入したりとかします？はいはいでも、ナリアはあんまりこういう服とか着なかったけど、でもすごくね、着てみたら可愛かったので、エコちゃんを意識したコーデもこれからも自分でやりたいと思います。いや、可愛いよ。うん、可愛い。可愛い。後ろが可愛いんだけど。ああ、見えない。みんなの個性を入れたコーデがみんな一人ずつなってるから、エコの好きな感じっていうかはこのみんなの個性を入れられたコーデを仕入れたからこれからもチャレンジしたいなと思います。エコプラス何だ？なんかレイラちゃんの淡いグリーンめっちゃ似合っててすごい好みで入ってかわいい。うんうん、かわいい。ありがとうございます。肩出しめっちゃ似合ってる。かわいいの。じゃあ皆さんもお友達の意識コーデとかやってみてください。お揃いでフリとか取れるこのメンバーでもやってみようね。うん、やってみよう。やってみたい。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。